どうもこんにちは、志保一世です、今日紹介するのはこちらです。じゃん、シベリア、三角シベリアって書いてありますね。知ってます？シベリアって。僕は27年間生きてきて、つい先日初めて知りました。宮崎駿のアニメ、風立ちぬ、主人公の、堀越二郎さんが食べてたのがこのシベリアだったんですよ。シベリアってこれ多分日本食べ物だと思うんですけど、僕は食べたことないので、今日ね食べて、紹介してみたいと思います。僕自身すごい楽しみです。じゃあね、まず、開けていきます。変わった感じになってますね。おにぎりみたいな、でもおにぎりとは違う。なんか裏側をこうやって開ける。で、間に挟まってるのは多分羊羹かなって思うんですけど、いただきます。美味しいです。普通に美味しいね。なんて言ったらいいかな。この、スポンジはねすごい軽いです。スポンジの存在感をあまり感じさせない感じですね。で、まあ、羊羹、これやっぱ羊羹でした。羊羹は羊羹で、ずっしりしてて、だからなんというかな、空気と羊羹を一緒に食べてるような、そんな不思議な気持ちに、させてくれます。これうまいわ。すごく、美味しいです。シベリアってみんな知ってるもんなんですかね。僕は本当にその風立ちぬ映画で、知りました。シベリア、なんでシベリアっていう名前なのかな、わかんないけどね。でもすごい発想ですよね。やっぱ日本人天才だなって思いますね。間に今だったらチョコとかカスタードクリームとかっていうんでしょう。昔はこれだったんですね。羊羹を挟むっていう、この発想はすごいね。ということで、今日はですね、シベリア紹介してみました。これねスーパーで、ね、近所のヤオコーで売ってたんで、ぜひぜひね、日本の方は、買ってみてください。Whoa.